の車の話始まりました。ね、今日もいい天気で。そうですね。いいね、夏は。やっとね。夏は楽しい。いや、いいですね。そうね。寒いより全然いいよね、夏は。寒くないですよ、ね。テリーさんでも寒がりですからね、ジャケットも羽織ってますし。寒がりだよね、本当にね。いや、でもなんかいいかなと。夏はクーラー効いてるから寒いですもん。夏は意外とクーラー効いてるから寒かったりしますからね。そうなんですね。夏ほどやっぱりさ、室内に入ると上着着たくなるよね。そうそうそう、それありますよね。あれ、誰の体温に合わせてるんですかね。店長、店長。だからデパートとか行くとさ、ものすごい寒いじゃないですか。寒い。これ誰に合わせてるのかなと思って。いやでもそれこそ、まあ、スーパーは分かるよ、はい、スーパーはね、うん、鮮魚だから。ああなるほど。だからデパートはさ、ね、デパート寒いですよ。寒い。一瞬最初はいいんだけど、途中から死ぬくらい寒くなるよね。だってあの外国行くとやっぱ寒いじゃないですか、うん、あれやっぱりこう日本人よりも体格も大きいし、うん、だからそういう方たちに合わせてるっていう、脂肪が厚い。そう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 、ね、そういうのもあるし、下手なレストランなんか行くとさ、ガンガン冷房かけてるじゃない。ね、そんな話はどうでもいいでしょ。え、今日は何、ごめんなさい、本当どうでもいいんですけど、今日は何、今日のお題は、あの車を例えばですね、購入した際にあのどこからいじりたくなるか、あカスタム、私はちょっと聞きたいなと思いまして、はい、カスタム、はい、俺はもうタイヤとホイール、うん、だからそういう方多いと思いますよ、タイヤホイール、あとはやりやすいですよね、うん、あ最近のところではなんかね、入りがねアウトドア系になってきてるから、金があるやつって、うん、一気に買えるじゃない、うん、もう楽しみがなくなっちゃう、うん、俺はこうコツコツやってくるんですけど、あ偉いね、もうタイヤとホイールやったら 2,3 ヶ月後にマフラー買えるとか、はいはいはい、ね、そこからまた金貯めてサスペンションを入れるとか、うん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 、でサスペンションもだん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 こういいものに変えていくとかさ、1年ごとに何を思わせよう、ね、いやそういう楽しみ方だよなって思います、本当に。確かにでもこう性格が出るなって土屋さん意外とこうバンって変えるのかなと思いきや、あそれちょっとずつ変えていくか、ちょっとずつ変えていくのが楽しい。偉い。テリーさんは、僕はね、実は以前ピンクのクラウンとあったでしょ。あった。あ、ありました。あれ僕内装やったんですよ。え？あれ実はあれ僕がやらせてもらったんですね。ああ、だからもう色が大好きなんですよ。うん、だから、まあ、色が、うん、を描いていきたい。でもさ、あのピンクのクラウンが出た時って、うん、ジャーナリストがバカにしたじゃん。あんな車売れねえ、うん、あんな色って。うん、バンバン走ってるからピンクのクラウン、意外とありますね。今もうすごいあれですよね、プレミアついて、はあ、はい、はあ、テリーさんは色、僕は色ですね。だから今の車も色変えてるし、うん、あの以前はカムフラージュ、うん、僕昔スバルのレガシーに乗ってたんですけども、うん、それもあのカムフラージュにしました、うん、今みたいなラッピングできないから、うん、3回色を塗ったんです。へえ、ベースの色グリーン、そして淡いベージュって、うん、大変でした。うん、はあ、セラの時はセラってをなんか黄色にしたんですね。でガラスで外とか見えるからシートも黄色にしました、うん、あとはあのカルタスのコンバーチェルの時は、うん、ティファニーのブルーってあるでしょ、はい、とすあのティファニーブルーの箱を持ってって、はいはい、これと同じ色にしてください、やりました。おしゃれだね。そうなんです。そういう風に色が好きだったんで、いろいろ変えてきました。でやっぱカスタム楽しいですよね。楽しい。ワクワクしますし。で、なんで今回こんな話をしているかと言いますと、うん、実は今回その普段番組の収録をここでさせていただいてますけれども、うん、はい、あのアヘッドモーターサービスさんで今コンプリートカーを制作しているところなんですよ。うん、で、あのこのコンプリートカーを今回まあ見せていただこうとは思うんですけれども、うん、制作に携わっている方を今回はゲストとしてお呼びしております。いいですね。新井博樹選手です。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。いや、どうもね、最強の2人じゃないですか、これ。え、この2人は何やったんですか。ブリッツと、うん、世界の新井。そうですよ。何やったの。実は、うん、三菱のベリカという車がありまして、うん、最強の車ですよ、はい、アゲットとどういう関係なの。実はあの最近結構あの僕ももともとチューニングがすごい大好きで、うんうん、で今回あのアヘッドさんの方から、うん、もうぜひあのいろいろ監修してやってくれていいよって言われたので、うん、僕が好き勝手に、うん、あの車をいじらせていただいて、デリカ、はい、世界の新井がなんでデリカ。いや、実は子供の頃に小学校本当低学年とか入る前ぐらいにずっと親がデリカに乗っていて、うん、
やっぱそういったところのやっぱいろいろないい思い出もたくさんあり、ちょっと思い入れがある車なんですよね。でなんでブリッツなの？そこで私どもの商品を提供させていただいたので使っていただいた。はい。なんか YouTube やってらっしゃるんですか？そうなんです、うん、実は今回でもう4回目とかになるんですけど、うん、初め自分の愛車紹介から始まって、うん、でここのデモ車のデリカをいじらせていただいたりだとか、うん、本当は積極的にいろいろ車のチューニングの楽しさであったりだとかそういうところを発信させていただいております、うん、なるほど。デリカってまだ新車でしょ、ね、そうです ね、もう今そうだよね。そうです、新型大人気ですからね、はい、この2人が、ね、組んでるってことは相当期待できますね。どういうコンプリートカーなのか、うん、じゃ早速見せていただきたいと思います、はいはい、いきますか。はい、はい、さあそれでは早速そのコンプリートカーを見せていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この実は現行のデリカ、これダイナミックシールドというね、うん、デザインなんですよね、うん、この部分が非常にまあ、正直言って僕今日見てびっくりしました。ああこれって正直言って現行にあるのはこのところはちゃんとメッキなんですよね、うん、あそうで、メッキでこのところは意外と電気カミソリみたいなんて言うんで揶揄されてるなんですよ、うん、でこれをですねもうブラックにすることによって、うん、そのなんか電気カミソリみたいなイメージをもう払拭してるっていうのがすごいなと思って。そう、ね、ここのエンブレムの方もあの黒で、はい、普通はシルバーですね。そうです、そうです、全部真っ黒にしてやっぱりちょっと大人な感じを。こっちの方がいいじゃん。いやそうよね、高級感があるんですよね、うん、こっちの方が、はい、もうなんか別物ですよね。そうですね。でもこのバーもつけてでこれ辺も全然ね、やっぱりこのワイルドな感じ、はい、まあ、自分のイメージってやっぱりデリカってこう本当にアウトドアでどんな道でも走破できるようなイメージがやっぱりあるので、うんうん、タイヤホイールは全く違いますよね。そうなんです。やっぱりそのアウトドアですとやっぱりホイールも最近のホイールってどうしてもそのなんて言うんでしょう、シンプルなよりもこうやってしっかりアウトドアをイメージしたホイールって多くなってきたじゃないですか、うんうん、そうですね、でタイヤの方もこうやってクロスカントリーな形に仕上げて合計で8センチほど純正より上がっているので、うんうん、ただ上がっているからといってそんな高く見えないっていうのがまた、うん、見えない、うん、はい、すごいバランス良い感じでまとめられているので。ミラーも黒くね、ミラーも全部黒く、本当はシルバーなはずなんですけど、うん、そうですね、ここも、はい、黒に統一させていただいて。オリジナルは、ね、シルバーですもんね。そうです、これも、はい、エクストリーム J、はい、詳しいですね。詳しいですね。デリカさんの方が詳しいんじゃないかな。僕はデリカ大好きで、基本的に三菱の車大好きなんですよ、うん、でもちょっとこう後ろ回るとまた全然違いますよね、うん、ほらほらこの辺が、この辺のデリカっていうところも本当だ、もちろん黒く塗って、うん、でこの辺がまたマフラーが、これはこれ実はマフラーカッターだけ、うん、実は86の採用させていただいて、うん、純正のところにつけて音は静かなんですけどやっぱり見栄えをものすごく綺麗に。これは何するんですか？これはこれフック、ケインフックなんですけど、うん、ボディに直接直付けされてるんで実際にここから引っ張ることも可能なので、うん、全然スタックした車も救助できるよ。そういうことか、はい、これはあれですか、オプションのやつと違いますね。これオプションとは違うやつです。そうですね、はい、違うの、はい、そうなんです。詳しいですねさすが。いやだからびっくりした。 これもブリッツ？いやこれは違います。違うの？その商品ではないです。これ新井君が作ったの、はい、これは自分が監修させていただいて、はい、うん、ここも本来シルバーだったんですけど、うん、全部黒にして、でステップのところも、はい、あ滑り止め、しっかり滑り止めで。そうなんですよ。だから、はい、これあそう、これも全然嫌な感じだから多分シルバーですと全部黒にしてるんで、そっち側にしてね、はい、でこれでもデリカも、うん、全部黒で、はい、ここは統一させていただいて。いえこれでさ 車両価格以外にいくらかかってるの？サスペンションの方で約30万円くらい、キットでまず30万円いかないくらいなんですけども、うん、それとあと例のパワースロー、そのパワーを上げるスロットルコントローラーが大体6万円前後なので、うん、まあ、足回りとそのうちの商品ですとそれくらいですね、うん、あと外装だといくら？そうですね、トータルでまあサスペンションとかすべて込みでだいたい150以内とかで、はい、収まって。じゃあ車両価格プラス150ってことですね。そうですね、まあ、完全にフルフルでやってくるとそういった形で収まって、うん、いやかっこいい、はい、ね、はい、まあ、すごいかっこいいわ。僕が持ってるのと別物ですあそう、はい、そう、いやかっこいいよこれ。これはこの黒はこのボディ色、ボディ色自体は純正なんですけど、はい、まあ、ちょっとしたこういう取っ手ですとか、はい、そういうところは、かっこいい、黒で統一させていただいて。中は？
中は基本的に、はい、中は純正のままで、はい、あ、そうなんだ、はい、あとは探知機、あのブリッツさんのレーザー探知機ですね、うん、はい、レーザー探知機、最新のレーザー探知機がついておりますので、はい、あ、ブリッツそんなこともやってんだ実はあ、そうそうなんです。あと今回からこのデリからその、まあ、そのモニターがね大きくなったんですよね。だいぶ見やすくは、はい、なりましたね。で、なんだってこのサイズはこれ実は前モデルと、うん、あのフルモデルチェンジじゃないんですよ。あ、違うんだ、あのマイナーチェンジなんですけども、ほとんどね、はい、あのフルモデルチェンジなんですけども、うん、いいのはボディのサイズが小さいんですよ、うん、それこそ小さいんですよ、他のなんか、あのトヨタの車とか、うん、あ、そう、だから逆に今これがあの三菱 のデリカ再評価されてるっていうのは、うん、ボディが小さいからなんか、まあ、逆に乗りやすいんじゃないかって、例えばアウトドア行った時も、うん、あまり大きいとなんか山道でちょっとダメなんです。あとは世界的にも、うん、これで 4WD ってないんじゃないですか。この車格で 4WD って本当に最近三菱さんしかなくて、ないですよね、これ以上大きくなっちゃうと結構いっぱいあるんですけど、本当このサイズ感であるっていうのは三菱さんだけかなと。そうですよね、はい、デリカって昔5ナンバーだったもんね。あ、そうですね、そうだよね、はい、あ、走りはもう最高にいいですよね。そう、はい、かっこいい。減衰が中で変えられるっていいですね。そうですよね、やっぱりミニバンとかって特に変えないじゃないですか、1回変えちゃうと、うん、変えない本当容易に変えられるんで本当おすすめです。基本的にうちのその車庫長っていうのは減衰を32段階で変えられるんですけれども、 あと好きな減衰を登録しておけるんですよ、うん、へ、はい、なので、まあ、高速乗るときはちょっと固めがいいから、うん、前8の後ろ8っていうチャンネルを設定しておくと、うん、高速入ったなってなるとそれに変わってくるんです。しかも自動で変わってくれるので。え、はい、自動、自動で変わるんです、車速をあの拾って、うん、めっちゃいいじゃん、ちょっと最高ですよ。オートがいいじゃん、ちょっとあまりいじらない方がオートでいいじゃん、十分だよね、うん、どうですか、うん、すごい、いや、いいっすよ、目線高いから、うん、めっちゃ気分いい。そうだよね。で、このね、エンジントルクある、あ、ありがとうございます。おお、ね、エンジントルクある、これトルクあるんだよね。あのうちのそのパワースローという商品がついているので、うん、まあ、それはどうなの、絶対パワーなの、はい、それともトルクなの。パワーもトルクもどっちも上がってて、どっちも上がってるんだ、はい、パワーだとマックスで大体20馬力くらい、うん、で、トルクだと54ニュートンくらい。燃費はどうなんですか。燃費は、いや、そんなにそこまでスポイルするようなあの感じじゃないので、あのめちゃくちゃ燃費が悪くなるようなことはない。はい、レーザー反応してますよ。反応してますね、うん、バッチリあれですもんね、あのブリッツさんの最新のレーザー探知機ですもんね、はい、そうなんです。あ、そうなんですか、はい、そうなんです。で、やっぱり違いますか。やっぱブリッツってもともとその電脳集団って言われてて、うん、その電子パーツが強かったっていうか、まあもちろん今でもやってはいるんですけど、うん、なんですけど最近はやはりあの車庫調であったりとか、うん、そういったものにちょっと力を入れていたんですけれども、うん、まあ、改めてちょっと電子部品、うん、あのもうやっていこうっていうことで、うん、まあ、ちょっと新たにこのレーザーレーダー業界に参入したんですよ。で、やっぱり最新なので、うん、それも今日本全国どのレーダーでレーザーにも反応するような形になってますね。あ、はい、俺つけてみよう今度。あ、ぜひお願いします。さあ、乗り心地いかがでした。どうでした。ちょっとびっくりしたのが、もっとこうさ、トラックみたいなのかなと思ったの、うんうんうん、見てくれがトラックみたいじゃん、はい、大きいですしね。まあまあまあ、ほんとにほんとに、うん、褒めてんだよ。いやいや、ありがとうございます。見てくれがこんなのだからもっとゴツゴツしてるのかなと思ったの、うん、で、車庫調でしょ、うん、車庫調だからもっとこう品がないのかなと思ったの。いや、ほんとにほんとに、最初のイメージがあんまり気にならないですよね。乗り心地いいんだもんね。車庫調入ってるくせに乗り心地いいの。そうですよね。やっぱ車庫調っていうとやっぱ短くして減衰硬くてってイメージなんですけど、うんうん、ここは今回ストロークも伸ばしてあって、うん、なおかつそのしっかりしなやかに動いてくれるので、うん、全然言ってしまえば高級車にちょっと変わったかのような、うん、いや本当にそう、はい、乗り心地がね、
で今ね、はい、こういう場合はそれこそ普通のお家なんですけども、これ例えば首都高みたいなコーナーつくとか、うん、そこ行くとさらにねパワーアップするし、うん、あとは雪道、あー強そうですね、もうびっくりしますからね、はい、三菱スバルは、うん、悪路強いもん、そうなんだね、強い、で本当にそう、うん、でスバリストのくせに三菱めっちゃ詳しいし何でも車大好きなんで、そうだね、基本的にそうだね、そうだね、まあそういうことでね、はい、もうぜひこれね、いや本当にいい、注目してほしい、ちょっとびっくりした、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、ありがとうございます。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。